どうもボボビビーーートレザーのボビーですえー、今日はあうんと12月11日ねあと20日でえー、ねえね、ー、えですよね <laughs> えー、101回目の放送になりますそれではオープニングムービーをどうぞ どうも、ボビーア・トレザーのボビーです。ねえー、大阪のですねボビーア・トレザーのアトリエからライブでお届けしております、ね。皆さんお元気ですか、ね、もう週末ですよ、金曜日、ね、あっという間ですね、1週間があ僕もあのおこのライブ配信を始めてですね、本当に、えー、1日のおがですね、すごくはすごいのが、す,ごいすぎるのが早いなというのを、ね、感じますね。あのーもう100 1> 1回ですよね、100日、えー、超えてますからねもうほんまに、えー、コインアーチェリーのことですねもう,、うん、もうこんなことを言いながらですねもう,あれでしょうもうクリスマスやらながね、えー、年末やらなりますよねなんか気ぜわしいというか、うん、ね、えー、やることもいっぱいまだの,あの山積みですね、まあ、年内年越しのパターンもおーあるかなって感じですけどね、えー、まあさほどもまあ,あ 何、ね、か健康が <laughs> 大最優先に、えー、なまあもう仕事柄もそうなんですけど、まあ、そういうふうに、えー、シフトしていこうかなと思ってね年々 <laughs> そんな感じで思ってますね。はい、ねえ皆、ー、さんねこう週末ういかがお過ごしでしょうかね。ねあのー、まあ土日ねいろいろあると思いますけどね。うん、まああのー まあ芸術の秋に触れながらですねもうこの冬ね冬自宅でもねも鍋も美味しい季節になりますしね、えー、こう何て言うんですか鍋とかはええー、感じの湿気が出てですね、えー、乾いたあ空気がちょっと非常にね、あの,ー、のがやら効かような言い分をね聞きますしねまあ、えー、そんなことを言いながらですね、えー、始めていきたいと思います。 えー、今日の、ね、タイトルはですね「カジアンの教科書それは?」っていうことですね、えー、そうねあのボビア・テレザーもレーザークラフトをですね社長、えー、やってますね、えー、で職業は、まあ、こんな感じですね、えー、これは、えー、レーザーパンツを作っている時のおショットをですね撮ってもらったあのこ,こんな感じで二人羽織みたいな感じでねちょっと撮っ,ても撮ってもらったんですけどね昔ね でまあこんな感じですね、えー、レザーをですね、えー、革ひもを切って、えー、穴を開けてですね、えー、かかっていくわけですよ。うん、でまあそういう70年代60年代の制作の仕方、まあこのスタイルがね、うんえー、ボビまあイコールボビア、日本ではまあボビアとレーザーかなって感じになってますけどね自称。<laughs> まあ。 でえー、っとまあもねみんないろんな方法があると思うんで、ね、あの入り方というかねレーザークラフトとか物に目覚めたからとかね、うん、僕の場合はまあ,あのそういう、ね、やり方にたどり着いていたんですけどねただまあいかんせん、ね、あのこういうふうにのいろいろ作ってきて,てますけどねこれももう10年以上前ですよ。今もも、ね、てるのも 何ですかもう10年 <laughs> 以上ね来てますけどねまあそれでもまあ全然やっぱこうあの古ぼけるんじゃなしになんかこういい感じに育ってくれるんでね、うん、まあ僕にとってはもういい投資じゃないかなと思いますね。自分と共に成長していけるというか、うん、レーザー素材っていうのはね、あのー、何でかというとねこう今もこう。 毎日こうスマホを見てもうそろそろこうスマホを買いたいなとは思ってるんですよね、うん、正直。あのそれでまあ12と S なんかしにしようかとかいろいろ悩んだりするんですけど今ちょっと悩み中なんがまあ SE, SE やったかないうまあこ,こんなこのこれ 7, な7なんですけどそれに使い方も似てるし。 でまあ、いろいろスペックのこととかもね考えたりしたりしたらやっぱり12とか12の方がえい,いなと思ったりもするんですよねただあのこれもそうなんですけど別に壊れてるわけでもないんですよねはっきり言って <laughs>、うん、ちょっとあの軌道が遅くなったない感じで、まあ、4年5年使ってるのかな、まあ、もうちょっともうそ,のそれすらもおぼろげですけどのなんていうんですかねあのハイスペックなのは いいけどもうまよ自分の普段の用途っていうかほとんど <laughs> ねあのもう知れてるんで使ってる内容もほんならもう、まあ、45年経ったらまだ買い替えないかんのやったらどうかなと思ったら悩んでるとこです皆さんの意見も <laughs> 聞かせてくださいねええー、ずっと悩み,悩み続けてこうかれこれ、えー、数週間 <laughs> <laughs> でまあねずっとここにいてるし、まあ、あの,、ね、あのヤフーショップこれ,これソフトバンクなんですけどソフトバンクショップに、えー、行くことも機会もなかなかないんですねここにいてたらね。でどうしようかなと思、まあ、ただそれを思ったらですねこう本当にレザーの、まあ、これもそうですしあの、まあね、ここ羽織ってるもんもそうですけど僕はもう普段着てるものもわりかしそうなんですけどあのす数年 <laughs>。 ね、あの持つものっていうかまあまあ直し流しでもありますけどもうこれ革ジャンとか一回も修理もなせずまあまあ強いて言えばあわ、ね、あわねほこりを取ってまあオイルを入れて、えー、まあそれもそんなにあのなんていうのあの丁寧に言う,う扱いよりも割とあのラフに <laughs> あの普段普段使いが一番あのなんかこういいんでね。 うん、でまあそのまま、まあ、やっぱ傷もいっぱい入ってきてますけどそれがまた自分のね、えー、ある種味になってくるというか、うん、らしさをね、えー、深めてくれるというか、うん、そういう感じなんでね、まあ、僕はもうおーレーザーのージャケット、ねまあ、デザインもどちらかというとトレンドという、まあ、それもあるやろうけど割とこう 時代を映す鏡にもなるしそれをこなして自分のスタイルにこう染み込んでいくっていうかね、うん、そんな感じにもなってくるんでね僕はあのー、自分でこう制作したり、えー、なんかしながらやっぱそれは感じますね。うん、でね、えー、こう作ったりしてるね、えー、とね教科書はこ,これですよ。ね僕はもう教科書はこのヴィンテージのですねこれ,これ60年代の。 えー、ノースビーチレザーですねのーカーパンですねこれまあ多分デッドストックだと思いますね、うん、今手元にありますけどね写真がの方がちゃんと見やすいかな思ってねあの喋、ー、っとるんですけどね、うん、あの手元にこ,こ,これこれです、えー、ねねあのどう,どうやったらいいかな これがあの教科書ですあのいろんな革細工の本とかもいろいろ、ね、作り方とかのハウトゥー本とかね財布の作り方とかいろいろあるじゃないですか、えー、トートバッグを作りましょうというようなあ特殊のね、えーあのーまあ、YouTube 動画でも多分あったりすると思います。でいろんなねあのおおのあの本屋さん行ったらあの書籍もね、えー、レーザークラフターの方が先生がね、あのー、よく 出版されてますし,よしあの知り合いの,、えーねえー、の田,島さん、えー、田島く君かなもうあのね、えー、なんか教科書載ってるみたいな、ね、レザーの「ハウトゥー」のね, <laughs> ね僕ほんでまあいろいろねこうあ、まあ、そういうのは僕もあのサクッと読んだりもしてますし、えー、僕それの勉強したことももちろん、えー、あります。 ただです、ね、自分を目指したいスタイルというのがのやり方がとか載ってる本が、まあ、例えばボビー・アドレザーのこう全般的なあこういうスタイルとかですね「ハウトゥー・ボがないんですよね残念 <laughs> ながらもう自分でこうあの教科書っていうかこれが教科書ですよもうある種、うん、ただまあこれをバラすわけにもいかんし でえー、ちょっとしゅ、ねこまあ、これデッドストックの、まあ、修理することももうないけどけど、まあ、修理もね他のね物件で、えー、物件中がおかしいけど、ねあのー、ご相談とかで、ね、ノースビジレザーをちょっと補修させていただいたりとかねそういうのはあ,ありますけどね。どういうい 作り方してるのか何となくもともとデザインのねこう仕事をしてたんですね建築っぽいようなね、うん、ことをしてたんで構造っていうのはなんとなくこう頭で,でもシミュレーションするしあの紙に書き出してですね多分こうやってるんちゃうかいうんでそれで、えー、何回か実験してそこでまた壁にぶち当たってえー、こえー、ってなるねそこからまた次へ次へと。 あの、重ね、まあ、経験数しかないんですね。もう、あの、なんていうの、知ってるのと、できているのと、もう、ほら、うでの差があったりするわけなんですよ。お、それ、ねの、あの、楽器を、覚えるときに、それを体感しましたね。うん、ギターを覚えるとき、そうですね。<laughs> ギターの弾き方とか、いろんなものを見て、知ってるけど、あの、実、ね、実際弾け、ね、弾けるまでが大変で。 でそこからですねあの人前で披露するのがもっと大変で <laughs> そこにまたあの感動を与えるとかあなんか人の相手の聞いてる、ね、この音楽器を 演奏聴いている方の,この心を揺さぶるっていうのがあ、ね、そこまでの域に達するのかやっぱりそこまでがなかなか大変ことですねもう楽器で、えー、なんかね、えー、あこうしてきたですね僕はいま、ね、だに下手な横付けっていうんですかね、うん、ですけど身に染みで感じましたね、うん、でねでまあそれでまあ、あのー、やっぱりそ,そういう経験がですね今生きてるんかなと思いますけどね、えー、僕はもうそれをですね、えー 楽器からあのポンチと肩、えーね、ナイフと <laughs> いろんなものに打ちかけて、まあ、こういうので表現してるんですけどね、えー、こうですねまあ今パッパッと、ねえー、これねかかあのこういうのでねこれはボあの僕の作ボビー・アトレザーの、ね、作品ですね。これね、うん、見えます ねえーこれね、まああのー、まあ本当に教科書っていうのがですねまああのー、僕の場合はもうィンテージのーレザージャケットこのロースビーチとかーイーストウエストとかチャーとかですね、えー、その辺でしたねシワコンとかねあの辺のセブンティーズのおーロックカルチャーのコントンとした感じのね、あのー、世界観っていうか色もそうですし。うん 雰囲気ねちょっとあの独特なあの時代のうねりみたいなのを、ねうん、感じますね。まあ、でそのなんていうのかなその,そのテクニックとかあやり方とかねこう,こういうねもしやり方はもちろんこう、ね、あの自分なりに、えー、こう年数を重ねながらですね、えー でき,まあ、できるようにはなったんだけどそこから先のですねなんかなんかこう何て言うんですかねいと、えー、めるっていうか <laughs> 心を打つっていうかねだ、うん、からそこまでの,だからその匂いを時代の匂いとかそういうのを嗅ぎ取るというかあそういうふうなね感じ、うん、それがですねなんか非常に。 大切だなとその汲み取るその感覚ってあるんですか肌感覚っていうかあ空気感っていうかそれがですねやっぱりね何、えー、て言うのそれをね出せるように、うんまあ、それを表現してね何、うん、て言うの表面的に見えない世界みたいな感じなにの話になってくるんで、あのー、説明があちょっとね伝わるかどうかあるんですけど、まあ、そういう思いみたいなのはですね、えー がもう根本かなと思いますそれがそれを表現するためのこういうテクニックかな。うん、まあだからあ親身みたいというかね、まあまあ、体の一部にあるというかねそのあれがね、うん、そ,のあそのあれがね <laughs> みたいなね一番あの文字起こしもできへんやろうけどなんていうんやろうええー、ねあれですよ。<laughs> あの 独特のこの空気感というか表現をね、うんあの要はもうこの手から生まれてくるわけでしょ。うんあのボビアトレザーの作品も100パー今のところねあの僕に弟子がいたりそういうのがいたら別まだ別ですけど、うん基本的にはこの手でねえここの場所から解き放っているモンかりなんでね、うん全国に <laughs> ね。だからまああの えー、そういう思いとかそういうなんかスピリットっていうかそういうなのをね、えー、革は作ってます革細工っていうか革の作品は作ってますけどそこに奥にあるものっていうかそれをもう届けたいなと思いますね。でい、ね、でもほんまにねやっぱこう表面的なあ単なるねもの物っていうものになるじゃないですか。 こうバイブレーションというか、それをこう共有するためのアイテムっていうかね、うん、そういう位置づけですよ。<laughs> なんかなんかわかりづらいかな。なんか分かって <laughs> ね、えー、なんか少しでも伝わってくれたらなと思います。あ、坂上さんね金曜日ねもう週末ねこんこんにちはありがとうございます。あケンケンさんね。 あ,あ、ボビーさんの作のベルトも時計もいい感じに育ってますよ。ケンケンさんいつもありがとうございます。ね、あ、なんか固まってるね。ちょっと待ってよ。ねえ、えー、復活するかな画像。あ、来た来た来た。ねえ、えー、魂感じます。ケンケンさん。ね、ケンケンさんありがとうございます。もう本当ケンケンさんね、本当にもういろいろね、番組も当時出してもらったりねえ。 えしてこういろいろ今でこそこう何て言うのこういうネットのねネット配信やらこういうなんが主流になってますけどねそれをよりはるか前からね発信をされてたんであんと先見の目が,目があるな思いますしねうんいや本当は思いますよ。やっぱ独自路線をこうやっぱりこう深掘りするっていうかね うん、やっぱり僕もそうやっぱり何やかんやでもこう深掘りをするっていうことはあ大切なんやなと思いますね追,求追求型ですね、うん、なんかほら濡れてんやわみたいになるからさあのそれはもういろいろ慌てたりいろんなことを考えたりももちろんしますけど芯、うん、の部分というかね、うん、まあポピュアとレーザーも出発はまあそういうヴィ、ね、ンテージの教科書っていうのはあ この、ねえー、一本のパンツとか一着のこのヴィンテージの革ジャンから始まったわけですよね。うね、ん、それを自分なりに何かなと思った時にレーザークラフトの技と融合っていうかねこれだとあとほらひらめきってあるんですかこれだとできるんじゃないかなって何かこうあなんかね、あのー、そういう直感っていうか。うん なんかそれ楽器をね演奏するんでもほらあのいろんなジャンルに多岐にわたるみたいな感じね。クラシックに行く方もいるしロックに行く方もいますしハードロックヘビーメダルの方に行く方もいますしアコースティックを追求される方もいますし同じギターでもねそこからこうバッと自分のスタイルっていうのが出てくるわけでしょ、ね、ジャズとかブルースとかね、うん、それもブルースでもいっぱいこうあるしロックでもいっぱいあるし。うん その中でやりながら自分のアイデンティティーを,ティティをねえー探していくのがあやっぱりこう道やと思いますしねうんまあまあそんなあのうんちきを飾れるほど僕もねそんなあ,のあれじゃないけどうん,なんかそれは感じますねやっぱりそういう思いみたいな思いからですねやっぱり思い。絵を描くんでもね絵を描くっていう言葉でもそうですし。 それはあイラストみたいな感じになると思うしそれか手書きじゃなしにコンピューターで、ね、描くことも僕は描くということと思います要は表現方法として一つとして、うん、僕も、ね、こういうアナログなことをほぼほぼお、ね、やってますけどただあ、ね、やっぱりデジタル今、まあこ,まあ、これもデジある種デジタルなんやろねようわからんまま喋っとるけどね。ここういういとがやっぱりあの アナログ的にっていうかうんやっぱりこれも100回,こ100回毎日こんなことやっててねあの対処もできるのだし今もこう心臓バクバクじゃないし最初の頃は心臓バクバクするし喉は渇くしねこゃ喋られへし独り言ねくど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 喋ることもなかなかねえ何喋ろうかっていう感じで。 いやねそんな感じで始めたことですしそれが今,今もこう日常のこうルーティーンの一つになってますからねうんそんな感じでこ,うこのカメラこのパソコンこのスマートフォンもね何かこうそのまま冷静に対処できるような感じにはなってきましたしね最初はほんま <laughs> 1>, ね、1回目2回目ねほんまにいろいろあったから、うん、まあ今日はですね革、えー、ジャンの教科書と、ね、いうことでですね、えー、はヴィンテージのこの,この70年代ねこれから来ましたその時の時代の空気感あその時に戻りたいとかそういうのではにしそれを今本当はその時の 感覚ってどうやったんやろうという感覚までふり深掘りしてですねそれを自分なりに出力するというかそれがモビーア・ドレーザーになっていくと僕は思ってますしそれをこう,ねこうご覧の皆さんとね共有し合ってなんかこう時代を担っていくというかちっちゃくてもいいじゃないですかねっ。 ね、2021年2022年と深掘りしていければなと思っております。それでは、えーね、最高の週末をですねお過ごしください。ね、安心安全ポジティブにそんな週末をお過ごしください。それでは今日も素敵な一日をボビーでした。じゃあねバイ